ショップ店員さんの方にいろいろ見てもらいたいなと思いますということで、ロフトマンの店長、小野さんでございます。この辺りでコーディネートを組むのはもうなんか僕いつも通りなんで、はい、本日はですねショップ店員さんの方にいろいろ見てもらいたいなと思いますということで、この動画を見ていただいている方はね何回か見たことあるかなと思うんですけども、なんとこのはるばる2時間片道2時間かけて来ていただきました。こちらです、ゾン。ロフトマンの店長、小野さんでございます。2時間とか言わなくて小野です、よろしくお願いいたします。すいません、わざわざありがとうございます。全然です、とんでもないです、すいません。なんかほんまにプライベート小野状態です。小野、はい、ですプライベートです、はいはい、で今から上行って、はい、もうほんまコーディネート組んでもらって即興でそれが終わったら次は2本目でなんかお気に入りのものとか、はい、持ってきてます。あ、持ってきてもらってるので、はい、それはまた別動画にするので、もう早速このまま行きたいなと思います。マジですか。はい、やっぱ何の打ち合わせもなく、すいません、びっくりっすわ。今からちょっと隣の宝の眠る部屋に行って見てもらいます。でそこで組んでもらうっていう感じで、バブアーもあるし、 ありがとうございます、ありがたいです、はい、あの、はい、コラボの買わせてもらったやつは家にあります。ちゃんとあれ着てるんで。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、よかった。じゃあもうさっと行きますか、はい、なんかこれいいやみたいな、今っぽいやみたいなとか、これが自分の気分的に推してるとか、はい、なんかそんなんがあったら、そういうので、まあ、こうで組むっていうよりかピックアップしてもらってもいいですか。あー、なるほど、こんなんもあるんですか。びっくりした、ダナーの服ですよ靴じゃないですよこれ。そうなんですよ、すごっ。でも何でしょう、こうバブアとかレザーのこういうジャケットとか、うん、この辺りでコーディネートを組むのはもうなんか僕いつも通りなんですよ、うん、多分すぐ組めてしまう気はするんですよ、ね、じゃあ逆にダウンとかの方が僕そんなにね、お店でもそうなんですけど、そんなコーディネートを組んでがっつり紹介するってあんまりないんで、へえ、面白いまあじゃあ王道ら辺も入れときたいですね、1個ね、まあ、うちらしいものでってなると、うん、もちろんですけどこの辺りとか、うんうんうん、まあもうなんか簡単に多分サクッと組めてしまう、はいはいはい、基本なんか何でしょう、シノパンとデニムと、僕はですけどもカーゴパンツとスラックスさえあったらもうトップスなんて多分何でもコーディネート組めちゃうんで。じゃあまずはその間に小野さんに着といてもらえますか。僕がですか。はい、どんな感じになるか着たら。超でかいでしょ、多分、うん、どうなんでしょう。いや似合ってますね。あんまりでも僕あれなんですよ、身長がないんで、なんであんまりこう70ぐらい、70ちょっとないぐらいなんですよ。なんで結構丈の短いものをよくやっぱり選ぶことが多くて、バブアにしてもショート丈ですし、ビデールはあんま着ないって感じ。ビデール着ないですね。そうなんや。トランスポートとかスペイとか短いもの、うん、まあ今日のダウンとかもそうですけど、比較的ちょっと短丈のものが多かったりもするので。でこれで上は何やってったりですか、ここから。僕結構ね、同系色のもので合わせたりするの好きなんで。確かによく見る、こういう感じですか。あ、そうです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 、まさにまさにそういうのにですけど、うん、ちょっと遊びという意味で全然トラックパンツとかを合わせてもらうとかっていうのもいいと思います。へー、すごく楽に。で足元もスニーカーとかと合わせるとか。確かに、うん、めちゃくちゃおしゃれだとは思います。こんなんも見えへんもんな、うん、この辺では。へー、見ないですか。すごいですね。全然そういうのとかでもいいと思います。この辺工場しかないんで、なかなかこういう服してる人おらんからなるほど。でさっき言ったレザーとかは G ジャンでしたっけ。レザーは僕はっすけど、うん、そうですね、なんか G ジャン着てもらって、はい、薄い G ジャンの方がいい。薄い、どっちかというとタイトな方がいいと思うんですよね、はい、この上からやっぱりレザーバブアを羽織るとか着たことのない感じはあ、でも全然いいと思いますけどね。あのうちっぽいです。ロフトマンっぽいです。ナイジェルの血のパンに、うん、こう うん、レザーにインナーを G ジャンとかっていうのは、もっともっと土臭くするのであれば、もう丸首とかじゃなくて、それこそヘンリーネックとか大ボタンになってるようなやつとか、はいはいはい、ああいうのとかを入れるともっともっと土臭くクラシックに、それこそなんか WRL とか、うんうん、ああいう雰囲気のなんか世界観にはなりますね。すごい、すごいハードですね、やっぱり。で直球でかっこいいですよ。ニット帽ギュッてやってサングラス加えておいたら一緒になる、ね。まあ、こういうのはまあ男っぽい。あ、そうですそうです、うん、めちゃくちゃ分かりやすく直球の王道ですけどね。だからもう結局このパンツ履いてたらですけど、トップス何持ってこようがある程度いけますね。だからそれがさっき言ってたGパンとチノパンとカーゴパンツと、まあ、シンプルなスラックス
もうこのアイテムだけもボトムス持っておけば多分トップスは何でも対応できます、それさえあればですけど、あとはその季節感を出したいから、例えば薄い生地に変えるとかリネンに変えるとか、秋冬だったらウールの素材に変えていくっていうような素材遊びをすればいいだけなので、基本的にはさっき言ったそのジーパン、チノパン、カーゴパンツ、スラックスみたいなものがあれば、一通りコーディネートは全部最低限はもう何でも トップスもいけます。あ、そうです、それ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 です、うん、何でもいけると思いますよ。確かに、でもこの色味あったら全部いけるもんな。いけます、いけます。 C っていうならですけど、何、うん、でしょう、軍物のパンツ、いわゆるミリタリーパンツ、うんうんうん、カーゴパンツとかですよね。 ああいうのがもう一本あればまたちょっと雰囲気は変わってはくるかなと思う。そういう上何合わせたらいいんですか。綺麗な方がいい。全然綺麗なものでもいいですし、だトップス綺麗なものを持ってきて、何でしょう、パンツボトムスがミリタリーとかだったら比較的こうちょっと武骨でやれてるじゃないですか、はいはい、なので上品なものとあえてですけどこう武骨なものを合わせてなんかバランスを中和させるみたいなコーディネートを組んでもらっても全然いいと思いますしね。なので僕はいつもなんかお客様にいろいろこうご説明する時とかも本当にさっき言ってたそのアイテム、ジーパンとチノパンとカーゴパンツとスラックスだけあればもう一通り、もうあとは何でもトップスはハマるんでっていうのはよくお伝えさせてもらいますね。次ジーパン履きたいんですけど、ジーパンの時は何がいいですか。ジーパンの時は、はい、一番万能すぎて、はい、今持ってこさせてもらってるアウターっていうのは全部いけますよね、全部いける、まあ、正直でも人によって、なんか自分がイメージしてていいなと思っててもやっぱり着てみると違う、やっぱり違う時ってあるんで、だから何でしょう、価格が高いから、うんうん、いいとかっていうわけじゃなくて、うん、結局なんか似合ってることがまず大前提としてなんか大事なのかなと思うので、もうこんなんもだって直球でもこのままこんな感じでもう OK じゃないですか。もう一番なんか教科書、これもそうですけど教科書通りと言いますか。確かにこれが教科書通りなのはなんとなくわかるけど、さっきのは全然教科書でもなかったな、俺の教科書。教科書通りって感じですね。ただジーパンの時はちょっと上派手めでもいいかなみたいな。あ、それそれそれです。あ、それがちょっと色遊びじゃないですけど、まあ、こういうのとか別に持って行ってもらってもいいですし、うん、そうなんですよね。なんかオレンジとかね、こういう色味結構どうしても僕も好きで使いがちなんですよね。かっこいい。これもいいですね。それにしてもらっても別に全然いいと思いますし、うんうん、例えばトップスをこれにしてもらった状態でさっき言ってた、チノパンに変えようが、例えばオリーブ軍物のパンツを持ってこようが別に対応できますし、別にジーパンじゃなくても本当にさっき言ってたアイテムがあればもうトップスこのままでパンツ変えるだけで全部コーディネートとしては成立するかな。これ朝何時間かかります？すぐコーディネート、よしこれ行こう。5分もかかんないんじゃないですか。俺コーディネートいつも0秒やもんな。あるもの着るからな、その辺にあるスウェットと T シャツだけ着るから。あー、はい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 、そうなんや。でも大体自分の持ってる洋服ってもうこれ合わせるときはもうこれみたいな、人によって違うと思うんですけど、はい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 、これのときこれっしょ、足元もこれっしょ、うん、みたいな決まってるんで、そんなに考える時間も、うん、確かにないですね、うん、そうなんや、全くないです。え、でもこれデザイン、シルエットでこれすごく遊びがあるとは思うので、うん、まあ、素材感もそうですけど、色味だけで言うと黒色なんで、はい、別にこれもそうですけど、そんなに難しいことはないと思うんですけど、ただ今っぽくとかでしたら、あまりこう、タイトなカットソーとかをピタッと合わせるっていうよりかは、気持ちやっぱりダボッとルーズなものと合わせていただいた方が、全然かっこいいのかなとは思いますよ。なんか泥棒みたいになっちゃいました。これ合うはずやったけど、こういう感じ、ね。めっちゃぽいっすけどね。あ、もうそれでいいじゃないですか。もう今っぽい感じですか。はい、今っぽいと思いますよ。すごく。かっこいいんじゃないですか。じゃあこれをこのまま今から温泉に来てもらおうよ。そしたらどう変わるか。どうも変わらないですよ。変わるって言うかな、はい、まあ、あのお父さんの服をあの着させられてる少年ですかね。着なくても分かります。全然泥棒なってない。ほんますか、はい、このコートそんな着ないんでね。いや、こういうのなんかいけてるのかどうなの。いや、全然いけてるでしょ。大丈夫ですか、はい、で、上ちょっと一回脱いでもらっていいですか。次パンツを見たいから。どっちでも履きやすいですね。履きやすいですか。やばいですね。ただもうこれぐらい大きかったんで、もう一人入りそうなぐらいね。もう全然入ります、全然入ります。めちゃくちゃ履きやすいっすわ。でも生地も落ち感があってやっぱりいいですね。すごいな。めちゃくちゃかっこいいっす。へえ、いい感じ。いいでしょ、うん、似合ってます。うん、大丈夫ですか。似合ってる。あ、思いますか。俺の時は何でやったろうな。なかったな。マジですか。僕そんなの服似合う方じゃないんで。いや、だいぶだから僕選びますよ。特にパンツとかは選ぶのめちゃくちゃ自分です。太いのは全部いけんちゃいます。比較的太い方はいけます ね、 いきますよね。細い方はだいぶ選びます。だから細いパンツの方が持ってる数がやっぱ少ないですね。全然履きますけど。リーバイスとかでもちょっと細めのあんま履かない。あんまり履かないですね、うん、確かにイメージは持ってはいますけど、本当細いパンツとかは、うん、
でもそうなった時に結構やっぱもう足元、靴を何持ってくるかで結構悩みますね、うん、その時フレアとかは履かない、ね、もうほぼほぼ履かないです、ね、履かない、うん、ちょっと履いてた時期もそれこそなんかねトラックパンツとかでもなんかブーツカットのシリーズとかが出てて一回試しになんか挑戦してみようかなと思って買ったのは買ったんですけどそんなに今履いてないですね。なんなら後輩にあげましたかね。このシルエットがもう完成されてんやろな多分。下太くて上ちょっとタイトめみたいな全然、まあ、ちょっとゆったりはしてるけど、はい、そんなにボワッとはしないっていうのが、うん、すごく履きやすいです。いつも今回いろいろコーデ選んでいただいたということで最終的に僕小野さんになるわけなんですけど小野になって終わりたいなと思うんですけど今回ありがとうございました。いやとんでもないです、ね、次の動画では、はい、実際小野さんが買って良かったものっていうのをちょっと紹介してもらいたいなと思いますので、はい、一旦ここでこれは終わりたいなと思いますので、はいはい、ということで本日はですねコーディネートしてもらったという動画になってます。ありがとうございました。ありがとうございました。